このコーナーはひたちなか市に存在する企業や団体の PR 映像を集めた謎の集団の収集記録である。その名も秘密結社アイネッター。せこれ地域未来デザインフォーラムに運営するか。地域未来デザインフォーラムを運営する高校生たちです。11月4日日曜日に行う地域未来デザインフォーラムの PR に来ました。1部で講演を聞き、2部でひたちなか市の高校生と姉妹都市である石巻市の高校生とお互いの町についてディスカッションを行います。今年の夏、海遊隊として石巻の高校生と一緒にライブイベントを行いました。石巻に行って石巻の高校生たちと一緒に音楽やることができてとても楽しかったです。いや、当たりましょう。ひたちなか市と、石巻市合わせて、30人参加します。海遊隊を通してみんな一つになれたので、今回の、それぞれの町づくりについてみんなで熱く語りたいと思います。11月4日日曜日にひたちなか市総合運動公園総合体育館2階特設ステージにて地域未来デザインフォーラムを開催します。ひたちなか市と石巻市の高校生が語り合うなかなかないイベントとなっているので、時間ある方ぜひお越しください。イエイイエイイエイ。元気です。みんな俺のミンシー飲んでない。皆さんぜひ来てください。イエイ。